この大きいのですね、この太いのくるみ、はい、くるみのです。で、まあ、7月になりますので、ね、くるみいっぱいになります。ここに野生の猿がね、大群でやってきてですね、ほぼほぼ全て食べ尽くされて、こちらもね、野生の猿にくるみが、はい、食べられてしまうってこと、はい、はい、食べられてしまうんですね。こちらの木もね、くるみの木なんですけど、この茶色い点々がね、もう猿の足跡なんですよ。はい、あ、そうなんですね、うんうん、こんなところにも、うん、そうです。もうね、ちゃんと分かってるので、これ走るとすごい気にね、とパッとね、乗りをつぶつぶ、ちゃんと分かってますよ男女の判別もね、ちょっと分かるみたいで、やっぱりこう男の人がね、大きい声出したりすると逃げるんですけど、はい、私たちこう、ほうき持って追い払おうとしても、あ、帰って威嚇してくるんですね。うん、やっぱり賢いんでしょうね、猿って。そうね。あれがそうなんですね、はい、あそこにですね、椿が、ヤブ椿が、ね、一斉に咲くんですけども、はい、ウェスパというのはですね、あのここ深浦はですね、青森県の一番西ということで、ウェストと、あ、なるほど、そこにある温泉ですね、スパを掛け合わせまして、ウェスパ椿、はい、という名前で、ね、